はいどうもローズティアですはいえー、っとこんばんはとはいえー、っと今日はえー、っと二十二二十二日ですね金曜日、はい、週末と週末になりまして、えー、今えー、来来週まであるんかな来週再来週の頭ぐらいまでが七月ということでねもう七月ももう後半 になってきてきるんだ。まあそれはまあ20日過ぎてるんでね当たり前といえば当たり前なんだけどはいうんそんな具合でねえー、っとなあのー、近況近況ってこともなくてまあ何だったらその YouTube の方に上げてることなんでその近況今はここでそ同じ YouTube でその説明をするのもなんか大間みたいであれなんだけどあのー まあね、歌見たを3本アップさせてもらって、まあ、それがやっと,、えー、と昨日の夜ぐらいにまず3本とも全部上げたんだけど、まあ、もう低クオリティなんでて、まあ、低クオリティというか、ね、俺の歌が上手いとか下手とかは聴、まあ、く人が判断してもらいたいんだけどその環境的なものでねそのマイクとかその、まあ、アカペラで歌ってることもそうだし言ったらその音源を使ってないこともそうだし、まあ、探せばあったかもしれないからね。 あのー、ただねあの俺がどうなんだろうなうんあもしかしたらロンリー・ソルジャーとかはあったかもしれんもしかしたらねあのー、レイニー・ローズとかんアイデンティティ・クライシスとかは正直俺探したけど俺が探した限りはなかったよねその時ね分からん今だったらあるんかもしれんけどんだからまあ そのまあ、権利問題とかは別にね多分大丈夫だと思うんだけどもう,もうそこまで探してなかったらもう面倒くせえやなってなって、まあ、じゃあ全部アカペラにするのがいいんじゃないかと思って、うんあのー、よさっきも言ったけどロンリー・ソルジャーとかあの辺のまあその単体で使われてるというかさ四つべとかに載ってる曲に関してはねインストルメンタルがあったりするんで。 その特に、あのー、特撮関係の曲とかはあのー、インストがあ,あ,りありがちだから結構、うん、まあただね主題歌とかじゃないからオープニングとかエンディングとかだったらまあまあ入ってるんだけどああいうなんかキャラソン的なやつはもしかしたらないかもみたいな微妙なとこなんやけど。 うん、も,うもう探さなかったよね結局、うん、どれかがないだろうからその全部なんだろうその全部音源があるんだったら全部音源使うんだけどその1曲だけ音源あって他音源ないんだったらその1曲だけさ音源使ってさあと全部アカペラみたいな嫌だからなんか,、うん、からそれだったら、まあ、全部アカペラでいった方がいいかなっていう判断なんだけどね。 ままあまあそんな感じでまあ低クオリティなんでその本場の,ねその歌い手さんであるとかまあ歌い手さんじゃなくても配信者とかでねまあよく歌,その歌ってみたを投稿してる人はまあたくさんいるんだけどまあそういうのと比べたらも歌数にも等しいんでうんなんでまあちょっと申し訳ないものなんだけどまあ多少なりとも再生されてるんでね。 まあ興味を持っていただけている人はいるまあ、というかまあツイッターに貼ってるからかもしれないけどね <laughs>、はい、まあ、そんな感じですねえー、っと今日はまた、えー、っとたまにはね新しい人の紹介あの,あのね俺ちょっとねこれまだちょっと決まってないんだけど明日は また久しぶりに AV チューバーとかの話をしようかなと思ってるんだけど <laughs> あのなんかねあまりにもそのね俺の動画を検索してきてる特定の名前で検索してきてる人がいておいてというか多くてその三毛猫さんとかさえー、っとーまあななずなちゃん、あのー、鍵 <laughs> 鍵じゃねえや <laughs> 雨宮な,なずなちゃんとかさ、まあ、その辺の俺が名前を出しあと直近で名前出したさあのホロライブの あの坂本クロエとかその辺のねその最近名前を出した人とかさそういう人とかの検索で来るのはわかるんだけどさあの1回しか取り上げてなない人なんよね前に AVTuber っていうものがあるんですみたいな話をした時にそのその例として1個の例としてちょうど俺がその時に見たことがあった AVTuber の女の子をえとあいにつみあちゃんだったかな。 その子をちょっと動画内で紹介したいよねそしたらやたらその名前で検索してきてる人が多くて今ほんまに三毛猫ってまあ三毛猫さんでね検索してきてる人多いんだけどそれに次ぐか同じぐらいでその相つみやっていう名前で、あのー、俺の動画を検索してきてる人がアナリティクス見たらいるんよねえぐくないと思ってそんなに言うまあまあね確かに AVTuber の中で人気なん っていうかまあ有名な、あのー、確かグループだった、箱だったと思うんだけど、まあ、とはいえ、そこまで人気なのみたいな。そんなに検索されるみたいな。っでそこまで検索されるんだったら、さすがに俺も取り上げなきゃなっていうのがあるんで、まあ、もしかしたら、まあ、来明日かどうかわかんないけど、まあ、またそれについて話させてもらうんで、まあ、もし興味ある人はね。はい。ということで、まあ、えっ、ー、と、 たまにはね新しい人を紹介しようっていうことで、えー、っとーこちらね、あのー、新人新人というかねデビュー前よ、ね、確か今月のえー、っと23日だったかな、多分それぐらいだったと思う、にまあ、まあ詳しくはツイッターの方でこの子について調べてもらったら書いてあると思うんだけど、えー、っと丹上愛ふちゃんなん、ちゃん、ちゃん、まあ、あの性別不詳なんだけど、ままあ、うんまあ、まあなんとなくちゃんで <laughs>。はい 声が可愛いんでねえっ、ー、と設定上なんか黒、あのー、なんだろうロールプレイ的にはとクローンの設定なんかな確かその未来人のクローンみたいな感じだったかな300年ここあのタイトルにもなってる300年先のっていう、まあ、要は300年先の未来の人のクローンとかっていう感じでその。 要は過去の300年過去の今の俺たちに対して語りかけてくれてるっていうあのロールプレイと言ったらいいんかなそういう感じの設定と言ったらいいんかなの人なんだけどえっとねなんでこの人を俺が紹介しようと思ったかっていうとえっとこの間あの,あのチキーラの話をした時かなに多分昨日やな <laughs> にあのー 宣伝が大事広告が大大事事広告みたたいな話をしたと思うよ言ったらその個人税だったりまだこれからそのスタートアップで始めようっていう人ほどそのもちろんねこの,この人のこの,の 2D モデルもすごく素敵だしその声もね聞いてもらったら分かるんだけどめっちゃ素敵だし歌もすごいしまあ、歌はねちょっとあの一部だけ公開してるみたいな感じなんだけどめちゃくちゃ歌うまかったしね。 っていうのもあるんだけど、こういう 2d モデルとかそういう演出とかはそのめちゃくちゃみんなこだわるんよね。特に個人勢の人はそういうのものすごくこだわるし、その個人でやるっていう分、やっぱり情熱が違うんよね。まあ、もちろん、その箱に所属してる人が情熱がないわけではないんだけど、個人の人ってその個人でやろうっていうのってものすごくね。情熱というかいうものがやっぱり必要になってくると思うよね。なんか表面上は分かりにくいけど。その？ 2D モデル作ることだけじゃなくてお金まあ言ったらお金問題もあるんだけどお金だけじゃなくていろんな問題があるんよね。うん、でやっぱりそれをそのしかも後ろ盾もないっていう状況の中でそれをやろうっていうのはかなりのものなんやね。そのご本人たちがどういう気持ちでやってるかはわかんないけど、うん、っていう意味合いで言うとやっぱりそれだけこだわりがあるってことはやっぱりそういう作り込みはめちゃくちゃ作り込むから。その まあこの子の 2D モデル見てもらったらわかるけど本当にえと大手の箱のまあ2時3時とかホロライブとかそういう大きい箱とかの 2D モデルに引けを取らないしよく俺があの絡ませてもらったりしてるあのナナ様とかもそうだけどあの人も個人税だけど素敵なねあのめちゃくちゃすてきな 2D モデルを使ってらっしゃるけどまあそれに匹敵するようにさすごく素敵な 2D モデルを使ってらっしゃるやんかこの,あのアイフちゃんもね。なんだけど こういうとこにはこだわるんだけどじゃあいざその宣伝費とか広告費はどうなのかって言ったらこだわってない人が多いんよね。でもこの子はそ,のそれに多分ねめちゃくちゃお金をまあ分かんないよどれぐらい使ってるのか分かんないけどただ使ってることは間違いないんよなぜならそのめちゃくちゃ YouTube 広告に出てくるのよ名前が。これはもちろんねそのなんだろうその最適化というか。 えーと俺が VTuber 関係の動画をよく見てるからそれに関してそのこの動画がそのヒットしてるっていうのももちろんあるし VTuber について調べてない人には出てこないとは思うけどだいやもしかしたら出てくるかもしれんなちょっと分からんけどでもそれだけ広告出てくるっていうことはだっていっぱい出てくるからねこれ VTuber に限らずなんだけどまあ,あ VTuber が多いかなあの新人 VTuber なんとかなんとかですみたいな広告ってめちゃくちゃ出てくるんよ。 YouTube に YouTube 広告って多分それだけみんな広告を打ってるんだと思うんやけどでもねこの子が出てくる比率めっっちゃ高かったんよだから俺も毎回いろんな人が出てくるからそ一人一人チェックしてられないわけやんか例えばその毎回さな何かを検索したその YouTube で検索した時にさ、あのー、いろんな、あのー、何々系 VTuber ですみたいなのが出てくるんよね。 でそれを一人一人全部チェックはできないんだけどその何度か出てきた人は名前覚えてるし見た目もビジュアルも覚えてるからあれこの子この前も見たよなってなって何回も見てるうちに気になってくるんよでもこの子俺,俺の記憶的に34回出てきたんよ直近ででさすがに気になって YouTube チャンネルを見に行ってで、まあ、そっから Twitter の方も見に行って Twitter フォローしてみたいな感じなんやけど あのとにかく声もすごくいいし、うん、まあ本当にまあそにご本人もおっしゃってる通り、あ、え、り、ー、中性的な感じだよね言ったらまあ言ったらちょそういうキャラっていう <laughs> そういうキャラっていう言い方もよくないんだけどあの言ったらあの性別がないっていう設定なんで、まあ、言ったら人間じゃないというか,なんかヒ,ュヒューマノイドなんかな,なんかそういうヒューマノイド的なものなんかなそのアンドロイド的な、うんまあのクローンだから、まあ、言ったら素体が人間じゃないっていう設定だからね。 だから性別がないっていう感じでナメック星人みたいなことではないんよその両生類みたいな卵を産むとかではないんよそ言ったらそういうヒューマノイドだから人型のそのアンドロイドだからっていうことねうんまあまあまあそんな感じでまあとにかくまあそのデビューもそうだしもうすでにその自己紹介動画みたいなものであるとかえっ、ー、とあと今日もなんか配信配信だったかな動画だったかちょっと覚えてないんだけど何かアップしてたと思うんで まあまあそのツイッターの方でも活動されてるんでまあよかったらね見てもらったらなと思いますね。俺はかなり魅力的だなと思うその宣伝のことで宣伝してるからすごいっていうことではないんだけどただその上手にやってるしでやっぱりそれってやっぱすごく大事なことなんだなっていうのがその俺自身がそのなんだろう そのこういう紹介する立場だからその評論する立場だからってことじゃなくて純粋にあのこんなにこう何回も出てきたらやっぱ気になるんだなって。っていうことはやっぱ広告で何回も表示されるっていうことはすごく大事なことなんやなってそのなんかものによっては迷惑だったりするかもしれないけどやっぱりそれってまあ効果的な宣伝なんだなっていうのをもうその身をもって感じたんでうんすごいなっていうっていう感じです。 はいまあ、ちょっと長くなっちゃったんで、まあ、よかったらこの,この子のツイッター、Twitter、の方なりあの YouTube の方なり見てもらって、あのー、応援してあげてください。はいロズティアでしたバーイ